馬大学工学部同窓記念会館。1916年に建てられたこの古い木造建築物は国の有形文化財に指定されたが、実は今から6年前、ここはある有名な日本映画のロケ地となった。2002年制作の突入せよ浅間山荘事件。1ヶ月に及んだこの映画のロケでは、建物の入り口にはカウンターが置かれ、長野県警の受付として、中の行動は警察の記者会見の会場としてそれぞれ撮影された。フィルムコミッションが成立する以前から、この町は桐生と申しますが、桐生は映画の撮影の場所でございました。いくつもの映画が来ておりました。でその度にですね、市民がこう集まって協力をするわけです。でこれは別に経済的に恵まれたいからというわけでもなく、あるいは、その作品で誰かがこう、ね、芸能人が来るからというのではなく、自分たちの街が好きだから協力するという人たちが何人もいました。継続的に地元の住人が映画の撮影に参加できるように、山田浩二さんをはじめ桐生をこよなく愛する地元の若者たちが集まって、今から7年前に民間のフィルムコミッション、渡良瀬フィルムコミッションを立ち上げた。市役所の若手グループの方たちがフィルムコミッションに注目して、でその研究した結果ですね、民間人でとりあえず運営するのがこの町の形にふさわしいだろうと。と申しますのも、民間資産が多い町です。江戸時代から商人によって仕切られてきた町ですので、民間人の所有している部分が多い。それからですね、こう何年も時間をかけて形成していく信頼感を大事にしようと、そういうことで人事異動がないような形で会社を立ち上げてみようということで、民間主導で桐生らしい街並みを生かしてフィルムコミッションを立ち上げようということになったのが2002年のことでございます。群馬県桐生市、関東平野の奥座敷に位置する人口13万人のこの町は、美しい山々と水と緑に恵まれ、歴史と伝統が息づく織物の町として知られる。桐生の織物の起こりは古く、奈良時代の初めには絹織物を朝廷に献上し、江戸時代には西の西陣、東の桐生と謳われ、織物の一大産地となった。織物産業の繁栄を今に伝える町並みが至る所に残り、のこぎり屋根の織物工場や土蔵作りの店舗など、近代化遺産の宝庫となっている。桐生市の起点ともいえる天神町1丁目にある天満宮、この神社境内では平成5年10月から骨董市が開催されている。およそ80もの出店があり、今では東京東郷神社、川越骨董市と並び、関東三大骨董市と言われるようになった。今年で45回目を迎える桐生八木節祭り。桐生市で毎年開かれる夏祭りで、桐生市最大のイベントだ。祭り期間中は市内各所での八木節踊りのほか、繭玉転がし大会、ジャンボパレードなど多彩なイベントが繰り広げられ、およそ42万人の人出でにぎわう。かつてこの古き良き伝統を守る桐生の町に惹かれた一人の映画人がいた。今は亡き日本映画の巨匠、深作欣二監督だ。深作監督は渡良瀬フィルムコミッション発足当時顧問をしていた。また市内を流れる渡良瀬川にちなんだ名称、渡良瀬フィルムコミッションの名付け親でもある。渡良瀬フィルムコミッションの代表、山田浩二さん、地元桐生市在住で大の着物好き。普段は地元の塾や予備校の先生として古文や漢文を教えている。こういうのように有志の場合、ここでしょ、これ。かつ
活用ゴミって言われてるの。これこれだけ。また地元の FM ラジオ局で毎週 DJ を務めるなどマルチタレントぶりを発揮。FM 企業お聞きの皆様に一曲お届けしたいと思いますけど、祭りらしく、ブラックボトムブラスバンドでわっしょいブギです。どうぞ。東京国際映画祭閉催のコンテンツマーケット TIFCOM2008、 ここには毎年日本全国世界各国のフィルムコミッションが集まる。フィルムコミッションは映画、テレビ番組、CM などロケーション撮影を誘致し、撮影をスムーズに進めるために情報提供や撮影許可協力などの便宜を図る公的な団体で、英語の頭文字を取って FC と呼ばれることもある。その多くが自治体などに組織され、国内ばかりか国際的なロケーション誘致支援活動の窓口として地域の経済観光振興に大きな効果を上げている。イタリアの FC ディレクターアレサンドラ・ベルゲロさんにフィルムコミッションの定義について尋ねた。アラン・パーカー who is a very famous filmmaker from Pink Floyd、said that cinema is an organic process and the film commission got the land to have film growing because we promoted the territoryto be the source of a piece of art, which is a movie. So we are the starting point. We are the soil to have this plant growing. 渡良瀬 FC は桐生地域で生活する20代から40代のスタッフで運営されている。民間個人資産の多い桐生の地域性と、ここを訪れた撮影隊に同じ担当者が継続的に対応できるように、全国初の民間型フィルムコミッションとして設立。多くのテレビや映画など映像制作をサポートするとともに、織物などの地域文化と教育に活動の軸を見出してきた。今年から桐生市観光交流課に連絡窓口が開設。桐生市、群馬県とも協力体制を組みながら、映像制作に市民参加の道を開く事業を積極的に取り組んでいる。渡良瀬フィルムコミッションが、ボランティア団体として、活躍をして、そしてまた成功を収めているのは、一つは、行政では管轄区域というのがありまして、他市にまで及んでお手伝いしづらい部分があります。また行政区域を超えて、活動できることが、撮影する側にとっても非常にやりやすい環境にあるのではないかと思います。渡良瀬 FC の管轄区域は桐生市内だけでなく、車で1時間ほど離れた栃木県日光市足尾町にまで及ぶ。ここにはかつて足尾銅山が栄えた当時の古い日本の家屋がそのまま残っている。渡良瀬 FC の副代表を務める高峰和則さん、桐生に戻る前は東京でイベント会社に勤務していたが、今は桐生の地元の水道屋さんとして働く。実際に私の商売、水道の工事業というのは、それぞれのお宅に行って初めてその仕事ができる業種ですので、当然いろんなところに行くことが多いんですけども、その時に普段は使わない道を通ってみたり、普段見ることない建物を見させてもらったり、外観だけもあれば中まで拝見することもある。その中で普段から頭の中にそのデータをストックしておいて、こういう場所、こんなところが必要だよという時には、そこから広げてって、どん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 、まあ、開拓をさせてもらってます。渡良瀬 FC は映像制作の支援以外にも地元地域振興に直結させるためのさまざまな試みに挑戦している。全国から集う学生が地域社会の活動に参加するための手法として、渡良瀬 FC と共に活動する群馬大学フィルムアシストという部活動を設立。部員たちは渡良瀬 FC の撮影ロケのサポート活動を体験学習できるとともに、近年では志望する映像産業への就業につながる動きも生まれている。いろいろ去年とかも映画の撮影とか手伝わさせてもらって、
その警備なんかとかだったんですけど、いろいろそれで撮影はこんな風にやってるんだなとかいうのを見れて非常に面白かったです。実際にその出来上がった作品を見てみて、その作った時の苦労もとても分かっているので大変感動しまして、これからもより多くの作品に関わっていきたいと思っております。一方、テレビや映画の撮影現場に欠かせないのがロケ弁だ。渡良瀬 FC はロケ地の撮影の手配だけでなく、撮影スタッフへのロケ弁のサポートにもこだわりを持っている。地元の弁当屋さんと協力し合って、撮影スタッフのリクエストに応じたケータリングサービスを提供。おかげさまで慣れてくると、まして今の恋空なんかはスタッフの方と仲良くなりまして、携帯電話でもう常に夜遅くも電話いただくし、今朝も7時半頃電話いただいたりして、なるべくご要望に応えようと思って一生懸命やってますね。市役所の方にご挨拶伺ってですね、それでまあいろいろやはり担当の小林さん、やはりかなり撮影を慣れてる方でですね、1言えば10かゆいところに手が届くっていうか、そういうところがありましたんでですね、そういった面で、まあ、お弁当の手配から何から雑誌にしていただいてですね、うちの方も選びやすい状態で、あと、まあ、場所も全部小林さんのこう連絡一本でこう全部押さえていただいたような状況でですね、割と連絡してすぐこう対応していただけるっていう点は非常にありがたかったんで、またそういうところでお願いできればと思ってるんですけども。市役所が桜並木シナリオに寄せロケ弁をやっております。どんどん電車がありますので早めにご購入ご勝利ください。よろしくお願いします。桐生市内および近郊のお弁当屋さん、飲食店の協力のもとで、渡良瀬 FC は今年10月にロケ弁フェアを開催。今回で3回目となるロケ弁フェアは、桐生市市民文化事業団主催のイベント、文化会館と遊ぼう2008の参加事業として行われたもの。ロケ弁フェアは渡良瀬 FC にとっても、桐生の市民たちにもっと地元で行われるテレビや映画の撮影に対する理解を深めてもらい、ロケ弁を味わってもらう絶好の機会だ。また渡良瀬 FC は地域資源の素晴らしさを映像制作という視点から伝える広報事業、教育関連事業の一環として、主に桐生市内の学校を中心に講演活動も定期的に行っている。さらに群馬県内の他のフィルムコミッションと連絡協議会を立ち上げ、情報交換を活発に行うなど、他のフィルムコミッションの地域活性化の模範となる様々な活動が認められ、平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞した。渡良瀬 FC に見られる日本のフィルムコミッション同士の情報交換ネットワークは、今や全国規模で展開する方向にある。来年4月に JFC ジャパンフィルムコミッションが創設。海外からのプロダクションの日本での撮影問い合わせに関して、日本側の総合窓口となる。これからは日本のどこで撮影をするにしても窓口を一つにして、そのジャパンフィルムコミッションに問い合わせをすれば日本中の情報が得られる。来年4月の JFC 設立で、今後桐生でも海外プロダクションの撮影ロケの依頼が増えるかもしれない。だが山田さんは今まで通り自分たちの街に軸足を置くことを忘れない。まず自分たちの地域をよく見直す中から、そこで世界を学びつつ、まあこれは果たしない世界ですね。これからもどんどんいろいろな環境への変化があると思いますけれども、軸足を地域に置きながら進めていきたいなと思っております。より多くの人々に自分たちの街を知ってもらい、好きになるように様々な環境整備を行うことが、従来の地域力を増幅させるという信念のもと、渡良瀬 FC の元気づくりへの挑戦はこれからも続く。